ナナさんの場合、曲とかアルバムのタイトルってどうやってつけるんですか？いつも、もう話し合いでつけたりとか、あとは作家さんから、いくつも候補をわーってもらって、その中選んでいったりとか、でも基本は三島さんと一緒に決めてるね。あ、そうなんですね。いつも、もう最後に、もう歌取りしてる、完成したぐらいの時に決める感じ。最初からついてたのは、ポップマスターとブリングイットオンのみ。あと全部後でついて。あ、そうなんですか。そう、ギリギリまで。でも何回も変わったりとかするから。でもタイトルって大事ですもんね。そうなの。みんなに覚えてもらいやすくて。そう。顔になるからね。英体にしようとか日本体にしようとかっていうのも。もう、その時の歌詞の、雰囲気とか、歌った時の感触を見て、これは日本語の方が覚えやすいし、スッと入るよね、とか。印象的なフレーズだったりがあれば、それからこう派生した言葉にしようとか。で、英語にしようって。まあ、比較的英語がね、多いんだけどね。こういろんな意味をこう持たせられるっていうのがいいよねって思ったり。そっかそっか、複数、そうですよね。そう。なるほど。ちなみに名前といえばもう一つあるんですけど、今更ですけど、飼ってるおバカ犬の名前の由来は？名犬、ケータンの由来ですね。おバカ犬。いや、おバカ犬、名犬ですね。ブリーダーさんがめぐみさんだったっていうところから、それを読みをめぐみってケイって読むじゃない？それでケイっていうところから、だんだんケイちゃんがケータンになっていったっていう感じですね。あ、じゃあ本名はケイさんなんですか？ケイさんです。で、これをお医者さんとかに連れていくと、水木圭さんになるわけです。そうです。ちょっとかっこいいですね。そう、かっこいいでしょ。ハンサム犬だから、うち。はい。そうなんですね。シャッススマギャーヘッドの水木奈々です。シャッススマギャーフクヘッドの福江美里です。はい。